あ、もう内容は内緒でいいんですけど、メールって2通届きました？今日おやす含めて2通届いたかな。届いた、よかった。1通目届かないかと思った。内容は内緒で大丈夫なんですけど。1通目届くんだ、あれ。あれ届くんだ、よかった。感想は、まあ、インスタの DM とかだったらいい。でもあのツイッターとかはダメ、禁止。おやすは OK。 そうツイッターじゃないか、インスタ、インスタ、インスタなら OK でお願いします。はい。でもなんかこう配信にすると、配信で言っちゃうとなんかまた拡散されちゃうから、こうやってメールで送ればいいんだって思いました。そう、なんかちょっとあった嫌なこと、あ、嫌なことっていうか、なんかなんていうの、吐き出したいことをメールにすればいいんだと思って。そう、私ってすぐになんか吐き出したいと思ったら吐き出しちゃうタイプの人間じゃないですか。でもその配信で吐き出したら、なんか配信で吐き出すのもすごい、なんか最近はなんかここで吐き出したらなんかどん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 なんか変な方向に行っちゃうと思って、やだーってなってたんですよ。そう、でもメールだったら私のことを好きでいてくださるファンの方しか取ってないし、そう、わざわざ嫌いなメンバーのメールをさ、お金を出してまで取ろうと思わないじゃないですか。でしょ。だから私のことを好きでいてくれてる人にしか絶対に届かないし、あとはなんだろう、なんか本当に思いの丈を言えるし、なんか言葉でするより、言葉だったら考えずになんか走っちゃうこともさ、やっぱさあるじゃん。考えずに走っちゃうっていうわけじゃないんだけど、なんか頭の中を一回ちゃんとこう巡らせてるつもりではつもりなんだけど、でも文章で書くよりもなんか声に出す方が先に出ちゃうじゃないですか。文章で書いたらこれは大丈夫かなって思いながらちゃんとみんなのところに送れるし、そう、だからなんか、うん、そうです。なんかでもこのメールの内容がこれからね、先いろんなメールの内容がもしも流出するなんてことがあったら、もう私はえ、すごい足の裏キラキラ、メールにも書けなくなっちゃうから、もういやーってなっちゃう。足の裏キラキラ、すごい足の裏コロコロしなきゃ、やばい、この部屋キラキラになっちゃう。そう、しかも必ずスタッフさんが一回検閲をしてくださるから、だからあ、これはダメだったんだなっていうのがわかるじゃん。スーさんハートありがとう、ヤッチンさんハートありがとう。だからなんかもしなんかう吐き出したいって思ったことがあったら、これからはメールで送ります。はい、暴露系配信アイドルじゃなくなります、ごめんなさいね。今日の裏話は、今日ね昼公演の時に、あれ言ったっけ、これお昼の配信で
なんか傘さしてるじゃないですか、私スコールの間にの時にくしゃみしちゃって、そう、あの私が歌ってる時じゃなくてね、そうくしゃみをしちゃったんですよあの私が歌ってないその別のメンバーが歌いに来る瞬間の時にくしゃみしちゃって、そのひなこが来てたんですけど、その傘の中にそれはひなこにがっつり見られててもう我慢できなくて、くしゃみが、そう、それでくしゃみしちゃって、でめっちゃひなこに笑われましたはい、もうすいません、ごめんなさい、そう爆笑されたうん、そうなの。でも京香ちゃん今日めっちゃ体調は悪くないのかな、わかんないけど、めっちゃ咳してたけど元気かな、大丈夫そう、配信してるかな、わかんないけど、なんかすごい大変、なんかずっとしんどそうだった、しんどそう、なんていうの、その咳だけ咳だけが大変そうだった、ずっと。そう MC の仕切り、てか難しいんですよお題がなんかお題が、なんか今日のなんか公演メンバーに今日のみたいな何と思って、そうむずいむずいと思って、わからんわからんって頭の中で、なんだっけもう忘れちゃった、今だから言える今日の公演メンバーに伝えたい最高なエピソードみたいなお題むずい、もういいんだよ、今日のメンバーの最高だったエピソードは何ですかとかにしてよって思いながらそう、あの知ってるファンの方なんで言えますけど、私こうやって知らないファンの方に言ってるわけじゃないですよ、知ってる、もうなんていうの、お話し会とかも握手会来てくださったりとかしてたファンの方だからこうやって言えますけどむずかっためっちゃむずかったお題を言うのがむずかったてか違うの、てか皆さんこんばんは、は違うの、あれはもう台本にそうやって書いてあった、皆さんこんばんはって書いてありました、はい、見せます、多分やばい、これでこんにちはって書いてあったらどうしよう、ほらこれお昼公演の台本なんですけど、見てほしい、ほらここ昼って書いてあるでしょ、11日昼、橋本皆さんこんばんは、ほらだから私はちゃんと台本通りに読んだそしたらみんなに笑われた、そうです、てかいつもここ言わないんですよね、私この間ハッツのポジションの時も、ハッツの公演の時もヒカルの公演の時もここ言ったことないのに、そう任されちゃってびっくりしました、でも私は台本通りに読んだだけなの、そうやって書いてあったんだもん、笑わないでよ、笑わないでよ、正確にやっただけなんだからこっちはうん。
プン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 まあいいんですよ。はい、私が起点聞かせてこんにちはって言えなかったのが悪い、ごめんね。トラップだった。ハニートラップではないか。トラップでした。明日の公演で、明日の公演じゃない、明日の配信であれしますね。このなんかいろいろ開封プレゼント、今日もらったやつと。この間のセナタンの7日にもらったやつと、あと1日、マリアちゃんの時にもらったやつとします。そんな多くないからポンポンポンってできると思うよ。台風関西方面左側に、あ、なんかもう大丈夫。14日は台風来てもいい台風来てもいいはおかしいんだけど、14日はもう台風来てもいいです。全然問題ない、もう大丈夫になった。うん、うん、もう全然なんか大丈夫になりました。なんかお仕事がなくなったわけじゃないの。そう、ちゃんと別日になって、私もちゃんとその別日でちゃんと連絡来たので、マネージャーさんから。え、なんかさ、そういう時ってさ、大体さ、私じゃない人が呼ばれるのかなってすごい不安になるんですよ。そう、でもちゃんとその別日の時も私が呼ばれる感じになったので、そうやってスタッフさんから連絡があったのでよかったって思いました。安心安心安心。そう、なんかそういう時って大体そのメンバー変わったりとかするんですけど、そういう時って大体私外されるんですね。外されるっていうか外れちゃうの。そう、あ、待って、ちょっと待って、すいません。そう、しょうがないこと、それはそれは全然しょうがないことなんだけど、外されるって言い方が良くないね。別のメンバーにバトンタッチしちゃうんですよ。めっちゃ可愛い言い方になった。そうだけど、今回は大丈夫だった、よかった。え、てか今日怪我しました。見て、あ、見えないか、ここここなんか擦り傷みたいなできた。最悪最悪。自分の多分靴のヒールで引っかいた最悪。あざはね、治ってきたね。ほら、治ってきた。で、友達からさ、普通に高校時代の友達、あのこの間久しぶりに会ったんです。もう何年ぶり ?2 年ぶりぐらいにこの間会ったんですけど、そう、その友達から、今ウエルシアにいるんだけどさ、春菜の声聞こえてきてびっくりしたって来たそうだよね、そうだよね。普通に友達とかもウェルシア行くんだもんね。橋本春菜ですって言ってるのめっちゃビビるよね、そりゃ
そうだよね、普通にウェルシアで買い物してたら AKB48 橋本春奈えみたいな。そりゃびっくりするわ。嬉しいけど、そうやって連絡くれました。いつか一緒にディズニー行こうねって言ってる友達。そう、ウェルシアの壁紙は4種類あります。これで最後だって思いたくないって。しずく公園、ごめん最後なの。私はそう、最後だよ。やばい。真帆ちゃんのさ、真帆ちゃんのワルキーめっちゃおもろいストーリーに載ってる。おもろいって思いながら見てた。しずく公園ね。友達います、います。卒業ソングの時に着てるキラキラ衣装のぴょんちゃんに、え、なんか誰かにも言われた、誰かにもなんかこの衣装ハルピョン似合うよねって誰かにも言われた。忘れたけどごめんなさい、忘れました、すいません。今日の昼配信みたいな時ちょっとだけ出てた、ちょっとだけできた時に映ってたのはくるちゃんでした。そう、ゲストメンバーだったから映ることできず。そうなんですよ。そうなんですよ、くるちゃんが映って、指だけ映ってくれた。嬉しいよね、でもそうやって来てくれるぐらい仲良くなったの。くるちゃんとミスターヒュートーンですね。なんかこういうやつ、これわかんないけど、ヒュートーン、懐かしい、ユニットせなんちゃらみたいなあったよね。私それ何のユニットにも入ってなく、あ、もうそれは私が悪いんですけど、そうちょうどなんかあれ、そのユニットを決めますみたいなやつだった時に、なんかその劇場公演みたいな、何、周年公演さ、周年公演の時のなんか劇場のやつで、そのユニット全員をなんか何人かに分けてユニットを決めますみたいな、アイルとかレセとかあったと思うんですけど、そう、その時に私がちょうど受験生だったんでしたよね、きっと。そう、それの時でちょうどその時だったから、私その劇場公演自体に出れてなくって、そう、それでその時にそんな感じだったから、そう、しょうがないの、私がいないのは私が悪い。そう、懐かしいね、あったね、それも。そうで、それのユニットがヒュートーンっていうユニットがあって、そう、それの時にできたやつ。ちょっと ALT 書いてからミスさんのやつは投稿したいから後でになります。イッサーと今日ピョンムービー撮れたので、ピョンムービー開いていただいてよ、ミッサーと撮れたので、ぜひまた
楽しみにしててください。 ALT 書いたら載せます。アシュラさんハートありがとう。帽子かぶってたの可愛かった。あ、ささめ雪とかのやつかな。直吉さん、やっちんさん、ハートありがとうございます。でももうあれもなくなるんだよ、寂しい。カズさん、ハートありがとうございます。ツイッターかな。あの演出助手、キスバイエイトの演出助手さんのリサさんから、ミスターのアイスにアイスのやつにいいね来た。めっちゃおもろい。アシュラさんハートありがとうございます。今日はブラックモンブラン食べた。なんか迷ったの、なんかブラックモンブラン食べたくてっていうのをツイートしたじゃないですか。アイス食べますってツイートした時にブラックモンブランがすごく食べたかったからミスありがとうってツイートしたら、なんかファンの皆さん、いろんなファンの方がなんかもう一個の方のアイスの方がいいよみたいな、もう一個のアイス食べてみたいな感じだったのね、ツイートのリプが。でめっちゃ迷ったんだけど、そうなんかそこまで言われたらと思ってめっちゃ迷ったんだけど、でもそれ見たら練乳って書いてあって、そう私練乳苦手なんですよ。牛乳が苦手で、そう乳が苦手なの、めっちゃ甘すぎるんだよね。そうそうなの。だからなんか迷ったけどブラックモンブランにした。うん、なんかいちごにかける、酸っぱいいちごにかける練乳は好きなの。でもそれが好きになっ、好きっていうか食べれるんだよ。でもそれが好きになったのも本当ここ1年ぐらいの 1,2 年の間なので、うん、なんか最近甘いものが好きじゃなくなってきて、なんか差し入れとかでもよくいただくんですよ、甘いお菓子とかもうめっちゃいただくんですけど、持って帰っては来るはもののなんか食べてない。どんどん溜まってく、まあ焼き菓子とかクッキーとかだから全然いいんだけど、なんか欲してるのはエビせんべいとか。そうなの、なんか甘いものに、あ、欲しいと思うんだよね。その時は差し入れが出た時は欲しいって思ってめっちゃ嬉しいって思って、そういただくんですけど、いただいて満足みたいな、なんかいらないやってなっちゃう。大人になってきた、え、そういうこと、酒飲み、え、のんべえになるって言われてる、何。違いますよ。そうでもなんか甘いものが好き、なんか嫌いではないんですけど、アイスとか大好きだし、そうでもなんかこの、うーん、なんかむずい、あ、汗をかくから塩分、なるほどね、汗かくから塩分が欲しいってなるのか。そうエビせんべい好き、この間 B のコンサートの時にその B のマネージャーさんたちがエビせんべいみたいな差し入れしてくださって美味しかった。そう、お、やばい、見て爪剥がれてきてるの見てほしい、ほら見えるかな、やばいんだよね。でもこの2本だけか、2本だけやり直す？ありだな。なんで右手ばっかりこんな外れるんだろう、やっぱよく使うからかな、こう書いたりとかさするじゃん。そう右手ばっかり、うん、なんかおせんべいとかの方が好き、
ジュースは大好き。そう。てかマジで今日のフルーツスノー昼も夜も楽しかった。なんかエイト大好きだなってなんか思いました。なんかそれこそさ昨日のさ YouTube 配信みたいなので、まあエイトの年表のところにエイトの名前がなくて結構しょげーってなってたんですよ。でもなんか楽屋で話してたらなんかみんな亡くなってたよねみたいな話してて、そうなんか私だけじゃないんだってこうやって思ってるの。なんかエイトこんなに大好きだったチームをこうなんて言うんだろう活動休止ってなって、なんかエイトって言えないみたいな雰囲気になって、そうしょげーってなってたのって私だけじゃないんだと思って、そうめっちゃエイトポーズしたいっぱいそうしかももうエイトポーズもさできなくなるかも、できなくなるっていうかなんか少なんていうのもうさ雫も出ないしと思って、そうってなったらなんかコメントではねたくさんファンの皆さん YouTube のコメントではなんかエイト公演はとか雫公演はとかエイトはみたいなそう感じで言ってくださっててすごく嬉しいんですけど、なんか寂しくなっちゃって昨日の配信を見ててちょっと、そうでもそしたらそれがみんなだったから今日の公演でみんなそう言ってて、そうだよねってなって、やっぱエイトだよねってなって、そうなんかやっぱ嬉しいなって思ったし、なんかなんていうんだろう、エイトっていいなって思いました。うん本当に、うん、でもさ寂しかった。今日一生の間に何人と出会えるのだろうやってて、なんかマジいい曲って思って、普通にミッサーのスピーチの時のメンバー A みたいなところでミッサーが泣いちゃってたじゃないですか。そうでそこの時になんかちょっと私の中でもうるうる来てて、結構やばいやばい涙腺と思いながら、でもステージにいるから笑顔でいなきゃと思いながらいたんですよ。でそしたら一生の間に何人と出会えるのだろうその後に歌ったらマジいい曲と思って、そう本当にいい曲すぎたね、うん、なんか寂しいです本当に。ミッサーいなくなっちゃうの結構寂しい私、うん、それこそ夢見るもそうだけど、うん、友達がどんどん減っていくのがすごく寂しくて、なんか、うん、ミッサーだけじゃなくてヒカルもそうだったし、いや両親へのメッセージいつもダメなんですよね私。泣いちゃうのよ、泣いちゃうってかこれなんか泣きそうになっちゃうのよね。そうあとミッサーのパパママからのさ手紙とかもさ、なんかもうねやばいんすよねいつも。初の時もやばかったし、うちもう泣かないって決めてもう目こんなだったけど、そうよくないよね、なんか自分に子供いるみたいな感じのさ、なんかさ感情移入しちゃうんだよねママとパパにね、きっと私。え今日すごいその両親からのお手紙を聞きながらなんかやばいと思って、うるうるくるとえわかると思いながら、そうなんかママとパパにわかるって思ってんのか何にわかるって思ってんだろうみたいな、全然私娘いたみたいな、娘アイドルしてたみたいな気持ちになっちゃうの、なっちゃった今日娘アイドルしてたっけみたいなそうなんかでもいいねと思いながら、そうダメよって思って、
あとファンの方の涙もちょっとね無理なんですよね私。そう今日いろんなのやってる時になんか目の前になんかめっちゃ泣いてる人がいて、すごい涙こらえてみたいな、めっちゃ綺麗な涙流してるファンの方がいて、そうダメだよってめっちゃわかるわかる泣きたいなわかるみたいな顔しときましたはい、わかるけど笑顔でねってお見送りの時泣くなよって言った。そう寂しいし、今日はなんかそれこそミスターのもそうだけど、なんかうーんなんかいろんなことがあってすごい泣きたい気持ち、泣きたいっていうか涙を流したい気持ち、なんか発散したい、そう発散したい気持ち、ミスターがね卒業しちゃうのも寂しいし、そうすごく発散したい気持ちです今。うん、涙流すとねなんかねすっきりするよみんな、だからねいいよ、泣いちゃダメっていう人もいると思うけど、もう泣いた方が楽なこともあるよみたいな、そう発散よし飲むべってきた、飲むウーバーウーバーしたことない、できない、いいね、すでに飲んでますだってやばやば、じゃあ今からこれ持っていくかこれこの配信端末持っていくかめっちゃおもろい明日休みだし、あり明日休みだし行かないです、こんな可愛い子がねこんな夜に出歩いてたら危ないでしょ、危ないでしょ、すごいすでに飲んでる人いっぱいいるんだけど、なんでうちの配信何おつまみおつまみにされてる橋本、補導されちゃう、てか思った、ミッサーのさなんかさ卒業メッセージみたいなのはなんか私のだけめっちゃ声でかくなかった、あれボリューム調整してくれないんだ、うん、ミッサーめっちゃでかくて私もびっくりしたみたいな、そうマジでビビった、全然いいんだけど、目覚めたよねあれで、めっちゃビビった、セリフのあっさりあっさりしてましたなんか人がいると取れないんですよね、なんかしんみり、そうてかファンの人に流れるって思ったらしんみり取れない、なんかりんちゃんとかさいい女感みたいな感じでさ、ミスターはーみたいな感じじゃん、でも無理そうなんかあれもマネージャーさんに撮ってもらったし、そうだからマネージャーさんレミだったっけ、レミか、レミに確か撮ってもらって、そうなんか楽しくなっちゃうそう今後卒業するメンバーの動画もあるんですけど、あるんですけどとか言っていいのかな、あるんですけど、それも隣にレミがいる状態で撮ってるからあんましんみりしてないと思う、うん、
てかもうどんどんさ、なんかさ回重ねるごとに長くなってますよね、みんな。そう、なんかファンの人なんかどんぐらいあるんだろう、あれだってさ47とかさ、なんか3回しぐらい流れてたよそう、3回しぐらい流れてて、みんなどんどん長くなっていくなって。なんか最初の頃なんてさ、なんちゃらちゃん卒業おめでとう、これこういうこうこうでこうでこれが楽しかったね、卒業しても頑張ってねぐらいだったじゃん。もう最近はミサはね、そう人数減ったから尺長め、え、そんなこと言われてない。でもまあきっとそれはある。なんか多分誰かがちょっとずつ伸ばし始めてそしたらみんな、あ、長くていいんだってなって、でまあメンバーも減ってるからどんどん伸びていってるんだと思います。うん全然いいんですけどね。うん、今日なんて最初がベリンちゃん、確かにマリアの時からそうだったよね。最初リンちゃん、ナギちゃんがね卒業しちゃったからね。え、あれってさ、なんていうの、エイト公演ができなくなってもさ、あのメッセージ動画って続くのかな、どうなんだろう。なんかこの間のさ僕隊はさ、それこそさ、なんかマリアちゃんの卒業はさ、他のメンバーもその他の、じゃ前日にナギちゃんの卒業公演とかあったじゃん。そう、そういうのでなんかやってたけど、なんかじゃあまあじゃあ今ね卒業発表してるメンバー何人かまだいますけれども、じゃあ今後来年再来年とかに卒業するメンバーのもうエイト活動休止、エイトってあったねみたいな言われるぐらいのなんかまでのその公演が伸びた時に、じゃあチームエイトからメッセージが届いてますとかになんのかなって思ったら、なんかなさそうじゃない。だからもう多分私の時はもうないんだと思います。はい、そんな気がする。欲しかったな、うん、いろんなメンバーからの。でも話すことなさそう。卒業おめでとう、ラビットジャンプで頑張ってねみたいなめっちゃ多そう勝手な、うん、ぴょんぴょんしてて、ハルピョンはぴょんぴょんしてて、これからもラビットジャンプで頑張ってねみたいなてかそれこそ昔はさ、なんかさこういうテーマでお願いしますみたいなあったんですよね。ハマちゃんだったらここやでみたいな、どこどこみたいな次のメンバーどこやで、どこどこで終わってくださいみたいな。そうとか、なんかクレナの時はなんとかにゃんでお願いしますみたいな確かあった気がするそう、なんかテーマみたいなのがあったんですけども今はない全くない。そうあったの昔は。懐かしい、それも懐かしい。時代とともに増えたり減ったりいろんなことが、うん、でも最近楽しいです。翼はいらない今日やったんですけど、初めて多分そのなんていうの、なんかこう歌うだけみたいなの時はあったんですけど、そうでもなんか初めてこうちゃんと翼はいらないを披露したんです私多分。
そうなんですけど、なんか難かったあの曲セリちゃんと、そうどっちもやったことなくて、セリちゃんと私フォーはね結構やったことあったんですけど、そうでこのこれのタイミングとか、こんにちはのタイミングとか、てんてんみたいな難かったセリちゃんとマジで一生できないって話して2人でしかも端っこだからそうじゃあいけないって2人で言って、それが楽しかったです。はい、いい曲だよねあれね、椅子使って。あの椅子重かった、かけるとき持ったんですけど、重かったです。12時までやる多分、明日休みだし大丈夫。明日は休みなので、まずこのネイルの箱をきれいにするでしょ、でなんかプレゼントもいい感じにして、なんかもうここら辺のもうぐしゃぐしゃなのもきれいにしなきゃいけない。もうほんとここ何日間かもやりたくないと思って、そう何もしたくないって思って、何もしない一日でした。しない一日、なんかまあレッスンとかあったけど、12日休みだからと思って、12日にやろうって思ったのが溜まってって、今こんな感じやばいどうしようどうしよう、やばいやばい、はは。開封配信ね、どうしようかなって思ってます。夜昼昼に配信しちゃおうかな、いつか昼と夜1回ずつにして、昼に開封しちゃおうかなみたいな気持ち。そしたらその開封終わってから片付けれるじゃんか。で夜は夜でのんびり。そうね、っていうか13、14、15でなんかすごい怒涛の3日間って思ってたんですよ私。そう13日は頑張ってで、14日こないだ言ってたお仕事別であって、15日もちょっとまあなくなっちゃったものがあったんですけど、そうあそうじゃん、明日土曜日じゃん、ドラマ見よう一緒に、ひーちゃんの見よう見よう。ではそれ置いといて、そうでなんかだから13、14、15めっちゃ怒涛やんってなってて、無理無理無理わーってなってたんですけど、結局15がまずあのなくなって、で14は別の日になったから、え私13日だけじゃん頑張るのってなっちゃって、そうなくなっちゃったりとか別の日になったのはすごく悲しいんですけど、そうでもなんかすごい本当なんか13、14、15であったら13日もすごいね、なんか朝からオープニングセレモニーの前にしかもレッスン、そうなんかこの間のレッスンの時全員揃わなかったから、そうそうさ何、全然大丈夫です、びっくりした、そう別日なんだっけ、そう13も朝から夜まででしょ、オープニングセレモニーの前にしかもそのレッスンがあって、朝からもう何時に起きなきゃいけないのって感じなんですけど、朝早くからあって、でオープニングセレモニーあって、でフラダンスやって、ライブやって、お渡し会みたいなのもやって、もう1日ゾーンじゃないですか。でもともと14日も多分もう丸々1日みたいな感じのお仕事だったんですよ。で15日で
ってなったらもう死んじゃうよと思って。そう、ただそれが全部14と15がちょっとなくなっちゃって寂しいんですけど、でも13日だけになったので1日乗り切れば次の日は休みって思ったらそう大丈夫って思います。だから明日は10時からの夜のね、10時からドラマ見よう配信終わったらすぐに寝たいから、そう13日朝早いから、だから絶対にもうお風呂も全部入った状態でひーちゃんのドラマ見るってなった時に、でも夜配信ちょい長めぐらいにしたいよね。その1時間ぐらいドラマあるじゃん、その前にちょっと普通にお話もしたい、全然なんか何の変哲もない話もしたいからって感じかな。うん、開封は何時かな、私がまず起きた時間にもよるんだけど、そう起きた時間にもよるんだけど、また755で連絡するね。でお昼に開封配信して、で片付けたりとかいろいろして、夜10時からだっけひーちゃんのドラマ、10時からだから10時からだから9時半ぐらいからおしゃべりして、10時からドラマ見て11時に配信終わる。で、すぐ寝る、その日は。だからすっぴんでやります、お風呂に入ってから9時半から配信をスタートさせます。で、それは何の変哲もないおしゃべりとひーちゃんのドラマを10時から一緒に見よう配信にしたいと思います。でお昼ぐらいにこの今日とかこの間までにいただいたプレゼントの開封をしたいと思います。あとドボン、多分ドボン。13日ってさ、終わった後に夜できたら配信したいんだけど、そのさなんか合間みたいな時間めっちゃあるじゃん、フラダンスまでの間ペコちゃんとやってる時とか配信できないのかな、なんか無理かな。でも仰天とかも配信してる人ですよね、いつもよく。でもスタッフさんとかもいるから無理そう。無理そう。哲也さんハートありがとうございます。終わったらできると信じましょう。夜マジ控え室次第、本当にそれできなさそう。冷たくて美味しい。いやそうですね。今何の話しようとしたんだっけ。あ、13日11時に行った方がいいですか。オープニングセレモニーから出るので、オープニングセレモニーの間に合う時間に来てください。高めツインテールをする予定です。嫌いでも好きって言ってください。お願いします。
11時かは分かんない。とりあえずオープニングセレモニーに間に合うように来て。オープニングセレモニーが11時なのかは分からないです。何時か知らないやば、何時か知らないので、とりあえずオープニングセレモニーに間に合うように来てください。あとフラダンスもやるらしい。フラダンス何やるんだろう、知らないんだよね。12時半、え、何が正しいの、なんで11時って言ってるの、みんな。頑張って。オープニングセレモニー12時半だよ。オープニングセレモニー12時半、15時半からハワイアンズフラダンス、17時からガンバッペライブ開始、17時から18時15分トークコーナー、え、そんなにトークするの、1時間もで、なんかライブコーナーもあって、え、めっちゃ長くない、そんなにトークするの、やば、そんな喋ることある、1時間15分もあるんだろうね、きっと。喋りましょう。そのこの日の衣装は私多分着たことない衣装なんじゃないかな。でもめっちゃ可愛い衣装で、そう、着たいなって思ってた衣装なので、ぜひ楽しみにしててください。撮影 OK？ 知らない、撮影可能ですかこの日。撮影 OK、 そうなんだ。 SP チケットの人はカメラ OK。 あ、そうなの、 SP チケットじゃない人はカメラダメなんだ。もう疲れてきちゃった。高めツイン、本当は今日のお昼公演で高めツインしようと思ってたんだけど、サヤリンがやってたからやめた。うん、人と髪型かぶるの好きじゃない人間だから私。そう、てかお昼の時にさ、ウェルシアさんのさ宣伝すればよかったって思ってめっちゃ後悔してます。秋葉原駅になんか今飾ってあるらしい、私の直筆の吹き出しカード、プラカードみたいなやつ。そう、それのなんかぜひ帰りに皆さん足運んでみてくださいって言えばよかったってめっちゃ後悔してる。もう公演出ないのに今月。ちなみに飾ってあるのは2階なので注意だって。みんなよかったね、教えてくれる人がいて嬉しい、やった。足の裏キラキラついてる。眠たいね、もう。三角広場、空調完璧、日焼けも大丈夫、やだ。公園でオカリナちゃんと目合わせてる姿、久しぶりに目、え、なんかオカリナめっちゃ最近仲いい、久しぶりやっぱチーム違うと全然会えなくて寂しい、マジで。でも今日オカリナに写真撮ってもらった、いいの撮れてるかな。あ、いいじゃん。
いいじゃん。見えないわ。ごめん、見えなかったわ。光りすぎて。ミッサーのさ、写真さ、撮ってたの。後ろ姿とか前からの姿とか。そしたらそのメンバーがね、まだ並ぶ前だったから、そう、なんかみんな集まる前、なんか写真撮ってる、写真撮る、なんていうの、オンデマさんの動画を撮る前にメンバーみんながお色直し、お色直しっていうので合ってるのか分かんないけど、化粧直しするために楽屋に入っていったから、そう、その間にそのミスターの写真撮ろうと思ってそう、ミスターがステージ上にいたからミスターの写真撮ろうと思ってミスターの写真撮ってた、何枚か撮ってたんですけど、まだ全然みんな集まってないのに写真後からにしてって言われて、そう、全然いいの撮れなかった。全然いいの撮れなかった。そう、でもリハの前に撮れたから、そう、だから私の、そうなの、結構ショックだった、それ。だって誰も来てないから写真撮ってたのにと思って、そう、みんなまだ来てないじゃんって思いながらも、後からにしてって言われたから撮るのやめちゃった。でもこの、あ、まだ載せれてないわ、後でそのリハの合間のめっちゃいいミッサーの写真撮れたからそれを載せますね。そう、開演がね15分ぐらい押したんですよね今日、だからかもしれない。でもみんなまだ来てないから撮らせてよと思ったけど、それでさ、写真後からにしてって言われたのに撮ってたらさ、嫌なメンバーじゃん。こいつ話聞かねえメンバーだなって思われるじゃん。そう、後からにしてって言ってんじゃんって思われるから撮るのやめちゃった、うん、悲しい。でもリハの間とかにいっぱい撮った。メールで待ってますだって、モバメで送ってね、ミスターの写真メールでお願いします。なんで、絶対ツイッターでしょ、だってミスターのファンに届けたいもん、別に私はミスターのファンに届けたいので、こっち、そのメールは、その写真はメールじゃなくてツイッターにします。うん、別に私のファンの人はうん、ミスターのファンの人の方が届けたい、可愛い写真、ミスターの可愛い写真。そうだよ、ちゃんと SNS 意外と使い分けてるんですよ。あんま使えないけど、あんまよくわかんないけど、 SNS 苦手だけど、でもちゃんと意外と使い分けてる、偉い。ちゃんとメールじゃなくてツイッターやインスタに載っけます。届け、ミスターの輪の人たちに。優しさの SNS だよ。なんかね、今日はもう疲れちゃったので、昨日夜さ、寝苦しすぎてさ、エアコンつけた。ちゃんとあれしてタイマーかけてエアコンつけた、うん、今日は特に可愛いけど何かありました？公演してた、今日。なんで知ってくれてないの？見てよ、見てよ。なんかマリアめっちゃ歌うのすごく苦手だけど、
なんか最後にあの曲ってか、あのポジション、自分のポジションもやりたかったなって思いました。うん、なんかすごいやっぱ好きなポジションってわけじゃないかもしれないけど、なんて言うんだろうな、うん、難しいけど、もちろん今日やったポジションの方がポジション的には上だし、そうだけどやっぱりいっぱいやってきたポジションだったりとかしてたから、そうなんか最後にあそこのポジションもやりたかったなって思った。絶対に最後なの。うん、絶対に最後、あの私ができるポジションのメンバーが体調不良になったら分かんないけど、でもそんなの願わないであげてください。絶対肩身狭い、その時私呼ばれてないのに私ここにいるって思っちゃいそう。そうだから絶対肩身狭くなっちゃうからやめて。今日のポジションだと君は僕の風のイントロのダンス見れない。そうなんですよね、私もやりたかった。ちゃ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 、ここやりたかった。あ、ここじゃないやん、その前か、なんだっけ、僕の風だてんてるてん、ここだ、ここやりたかった、うん、え、わかんない、これでなんか出たらごめんね。これで出たらごめん、最後でも最後な感じだと思います。そう、47センターは嬉しいよね、ここのポジション。47の時にめっちゃ VR で、あのサビの前 VR にめっちゃレッスン送った。 VR 見てる人にも楽しんでもらおうと思って、サビ前てて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 てダーンのところ40って入る前てててててダーンのところでめっちゃレッスン送ったので、 VR 見てる人にも楽しんでもらえたんじゃないかなと思います。あー、ごめん疲れちゃった。でもオンデマさんにも今日いっぱい昼公演はレッスンした気持ち、前半曲頭の曲のブロックとかめっちゃレッスンした気持ちです。映ってなかったらごめんだけど、昼公演今日はアイラインあんま好きな感じじゃない、短め、なんか先に前髪やっちゃってさ、そうあんまうまく弾けなかった。ふるつしの雪がそやが降ってくる、果実のような化粧なんだか美味しそう。もう使っちゃった。みんなハーピョンのこと褒め褒めする時間、はいどうぞ。マツパしてます。それ褒めてない、別に。褒めてない、質問されただけ。質問でもいいよ。こんばんは、こんばんは。ハルピョンよく頑張ったね、えらい、ありがとう、本当に仲間を、そう、ありがとう、顔が小さくて可愛い、よく言われる、嬉しい、ありがとう。今日も麗しき、麗しくや、きっときっと笑顔、ありがとう、今日も可愛い、ありがとう、今日も光栄な動きが一番す、ありがとう、パフォーマンス全力ですが、ありがとう、富山のお魚、ブリ、ブリうまい。
今日は喋り声が通っててよかった。え、 B の時いつも通ってないよね。いつも思います、喋った後に思うなんでなんだろう、なんか分かんないんだよね。もうなんかマイクってどこにあるのが正しいのって感じ。でもこうやった時にここにあるのが一番うまいみたい、一番いいみたいな、よく言われる、てかゆきりんさんが言わって言ってらっしゃったけど、分かんない、ひひブリは冬に来てください、富山。やば、冬に来いって言ってんのえぐいキレキレのダンス、いやキレキレじゃないんですよ、ダンスができないから全力でアイドルパフォーマンスやってるだけであって、そう全然キレキレじゃないよ私。ダンス下手だし歌も下手だし、もう最悪な、そう MC もなんか噛む、よく噛むし、なんか私って本当にアイドル向いてないなって思うんですけど、でもそれができない分、じゃあファンの人に、それこそ私はアイドルが大好きだったから、そのなんかどうやったらステージの上でなんか好きなアイドルをこれからも好きって思ってもらえるかなって、楽しんでもらえるかなって思ったら、そうなりました。ひ、うん、ダンスパフォーマンス MVP ありがとう。ささみゆきのかっこよさは誰にも負けてない、見えなかったでしょその位置からだとその位置からだと見えなかったでしょ、私のささみゆきのあんた、アイドルらしい、ハルピョンは真のアイドル、アイドルといえばハルピョンってしか思ってない、それはやばい。ゆきりんさんっていう素晴らしい先輩がいらっしゃる、うん、でもなんか卒業公演ってメンバーがね見に来るじゃないですか、なんかどう思われてるんだろうと思って、めっちゃなんかそのメンバーの前で踊りたくないそうめっちゃやだメンバーの前で踊るのすごく嫌。あ、ミスターからねお手紙もらったの見て、ピョン、私だけウサギの絵柄が書いてあった、嬉しい、イエーイ、めっちゃ結構泣けた、結構泣けますよ、うん、今読んだらもっと泣いちゃいそう、あ泣きそうです、あネガティブじゃなくて嬉しくて素敵な子、なんか素敵な後輩だなと思って、配信中でもえ結構やばいだからこれはあと20分後に読みます。あでもそう ALT とか書いて終わってからうん、もう今日はもうお疲れ様の一日だから、おミスターの LINE グループが動いた、なんだ、かわいい、アルバム、アルバムに入れて、だってアルバム作ってよ、じゃあじゃあアルバム作って、そうハッツに会えたの嬉しかった、ハッツに会えました、バンザーイ、嬉しかった、めっちゃなんかさ、そうお話し会の時に会えなかったから、そうや悲しいと思ってたんだけど、でもそしたらハッツが来た時に、ハッツじゃんって言ったら、えハルピョン会えたって言ってくれて、え会えたって言われた、嬉しいと思って、会いたいと思ってたんだって思って、ちょっと嬉しい気持ちになりました、マジハートありがとう。え本当にやだ、今すごいやだ、みんなが辞めていっちゃうの、仲いいメンバーがいっぱい、夢見るは今一人しか残ってないし、そうヒカルンも卒業しちゃったし、セナタンも卒業して、もう私はでもそう本当に嫌なんですけど、どうしたらいいんですか、もう
どうしたらいいんですか本当に。無理なんですけど。お友達新たに、もうそれはちょっと大変。そう、なんかレミタンとかヒユカはなんかめでる対象みたいな感じなの。ミズミンもそう、なんかなんていうの、なんかミッサー、カレン、ハッツ、ヒカルンとかはなんかもう友達みたいな、イエーイみたいな感じじゃないですか。でもなんかレミヒュー、ミズミンに関してはめでる対象、かわいいねっていう、なんかそう対象だから、なんか友達って感じじゃないんだよね。そう、年齢はだって6個ぐらい違うし。そう、まあもともとそのそれこそミスターたちの代も今年21だから2個違いなんですけど、まあ2個なんてそんな合ってないようなもんの差じゃないですか、正直。そう、だからそうね、同期にためのメンバーはいるんだけど、なんかみんな大人すぎるんだよね。そうだから、なんか2個下ぐらいのなんかそのあこら辺のなんか楽しいウェイって感じの方がなんかすごい、なんかみんなが、なんか同期は大人っぽすぎる、みんな。そうだし、まあ選抜に入ってるメンバーも多かったりとかあのするから、同じようななんていうの、年代のメンバーは。だから、うん、そうなの、なんかそうなのよ、うん、ももちゃんとかもめっちゃ仲良くしてくれるんだけど、でも大人だからなんか考えてることが大人なんだろうなって思って。そう、いや、ウェイウェイ系っていうか、なんていう、私はなんかミスターたちがなんか楽しんでやってるのをなんか面白いみたいな感じで見てるのがすごく大好きだったんですよ。そうだから、なんかもう寂しい、やだ、みんないなくならないで。てかなんで、そう、ほんと寂しい。うん、やだ、本当にやだ。でもさ、最近はなんか最近めっちゃいろんな卒業公演のところにゆいりーさんがいすぎてて、そう、なんかもうゆいりーさんと喋りたい、今日も喋りたかったんですけど早めにいなくなっちゃって、行かれちゃったので、そう、全然喋ったことなくはないんですよ。でもゆいりーさんって本当に何喋ってもなんか自分に興味を持って返してくださってるなーっていうのが伝わってくるんですよね。そうだから、なんかいいなーと思って、そういう感じなのが。そう、でもゆいりーさんの誕生日に連絡 LINE した時に、ゆいりーさんともっと喋れる1年にできるように頑張りますって送ったの。だから今年はゆいりーさんともっと喋れる1年になるように頑張りたいと思います。そう、でもゆいりーさんとかって多分ミッサーとかみたいになんかめっちゃガツガツ来る方が多分好きなんだろうなって思いますね。好きっていうか喋りやすいタイプなんだろうな、ゆいりーさんは、みたいな感じ。ハットの卒業公演の時、ゆいりーさんに前髪、なんかこう髪飾りがあったんですけど、こ
ここにこうなんかこうなってたみたいで、そう、それを直してくださいました。うん、あ、ずんちゃんにお誕生日おめでとうって、やばい、誕生日終わっちゃう。ずん、今ね、すずは、やばい、危ない、危ない危ない、かわいい、めっちゃこの写真、ずんちゃんマジかわいい、てか自分のかわいいって思える、なんていうの、いろいろが分かってる、この角度とかこの表情とか、めっちゃずんちゃんって分かってますよね。そう、だからすごい写真とかもめっちゃ一枚一枚めっちゃ気にしてるし、それがすごいなって思います。この写真の私は好きじゃないとかってずんちゃんすごく言ってたりするんですけど、いや私からしたら全部可愛いけどねみたいなそう、セーフ、ギリギリセーフ。ユリーさんは公演やパフォーマンスのことで相談されるとおり、じゃあ今日見てくださってたじゃないですか。実際本音どうでしたって聞いてみようかなセナタンの時も見てくださ、見て、まあセナタンの時オンデマ経由で見てくださってた。そう、どう、なんか、うん、なんかここもっとこうしたらいいとかなんかありますかねって連絡ね、難しい、なんて聞いたらいいんだろう、なんて聞いたらパフォーマンス、でもそう、そうやって聞きます、なんて返ってくるかドキドキ、うん、見てなかったかもしれん、私のことなんて見てなかったかもしれないんですけどみたいな前置き入れてどう、なんかねーみたいな感じで送ってみようかな。だってミスターのさ大事な日だから、それはみんなミスター見るよね。だって私だってマリアちゃんの卒業公演の時マリアちゃんずっと見てたもん、まあ、もちろんここに来たメンバーサッキーさんとか割とあの花道に来てくださったのでそこに来てた時は見てたけど、私はその時めっちゃマリアちゃんずっと見てました。やっぱだってさ、その子の最後のさアイドルの姿じゃないですか。だから AKB としてのその子の最後のアイドル姿だから、やっぱそのメンバーを目に焼き付けたいっていう気持ちはすごく強い、うん、正直。だからやっぱりいろんなメンバー、もちろんねいろんなメンバー見たけど、マリアちゃんの卒業の時に、でもやっぱマリアちゃんのことをずっと見ちゃってた。気づいたら、気づいたら目で追ってた。でも
アイドルなんて呼ばないでのあやねちゃんはちょっと可愛すぎて反則って感じでした。本当に本当になんかもう反則アウトって感じ、可愛すぎ無理って思いましたはい、それはでも本人にも伝えた。あやねちゃんの顔結構好きなんですよね私。そうあの顔結構好きなの、あの顔あのタイプの顔結構好きなんですよ私。そう、それをツインテールでやってるのもちょっとずるい、反則アウトって感じ。てか今日ホークス勝ちましたねマジで私が。てか今日周東さん来てます見て。そうなんか本当になんだっけ今日、だから私がなんかホークス見ない方が勝つんだよマジ。もうだから明日も見ない、もう知らない、うん、めっちゃ見たいけど見たら負けるもんそうだから明日も見ない。2位ぐらいになったら見始める一旦ちょっとね良くないからね今はね。そう負けたらもう本当良くないから。ということで56分まだ喋れるか、あと1分ぐらい喋れるわ。どうしよう、なんか喋ることある？でも本当にミスターにはいろんな面で本当に救われたし、なんかあのこれねあの言うの、あん時言えばよかったって、そう翼はいらないよ、違うミスターが歌ってる時にその思い出したんですけど、なんか私ドバンライブイベント劇場って3連勤みたいな、もう本当にもうなんか朝からみたいな、土日とかもあったり金土日みたいな感じで3連勤もう本当やばいみたいな日あったじゃないですか、第2回ドボンライブの時。だからあれは10月の20何日いろんなねレッスンが立て続けにあって、でフェスのレッスンもあり、ドボンの投資リハやってから何22日イベントってなんかイベントがあって、で23日 B 公演で朝からその8時ぐらいからなんか抑えきれない衝動のレッスンがあって、で24日ドボンライブみたいな、もう本当にもうなんか死に物狂いだった時があったんですけど、その時になんかフェスのなんかイベントかなんかの前の時にミスターがなんかアイスとお菓子とくれて、そうピョンならできるよって言ってくれたのがすごくすごく嬉しくて、なんか本当ヒカルもそうなんですけど、なんかそうやって本当になんかやばいってなってる時に声かけてくれたりとかしたのが、そのメンバーだったから、そこら辺のメンバーだったから、やめちゃうのは本当に寂しいです、やめないでください。はい、ということでやばいランキング読みます。気づいたら59分でした。1位 A ダッシュアットピョンズさん、2位サプライズレバー、3位くじの大悟さん、4位、やばいマクミックさん、5位ギャロさん、6位ネバーストップ横浜卒高、福島俺行き過ぎてね、7位マジさん、8位ニャコアット察してくれると無理、9位スーさん、10位ベベモンさん、11位哲也さん、11位哲也とハルピョン大好きさん、12位アシュラとニューが苦手なのもカラトーなのもおそろ、カラトーじゃないよ私13位トマユキさん、ありがとうございました。はい、ウサギのようにぴょぴょとベアダルとハル、ありがとうございます。今日もジャマドラビットジャンプでとありがとうございました。富山最高、イエーイ、バイバイ